今日のサンティアゴベルナベウはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんを迎えしています。今シーズンも開幕戦を迎えました。注目のこの一戦、レアルマドリードがマンチェスターユナイテッドと戦います。昨シーズンのチャンピオンは開幕戦に合わせてかなり仕上げてきているようですね。ライバルも連覇は許さないと相当気合が入っているようです。こうなるとかなり激しい展開が予想されますね。いい試合を期待しています。ラファエル・バナーニ、サイドを変えました。ラファエル・バラン、ルーク・ショー、ボールはマルシャルへ。ここはボールがラインを割りました。どうしましたか。ダビド・アラベ、カゼミーロ、カリム・ベンゼマに注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか、福西さん。これはチャンスですよ。キーパーが外に弾き出しました。ルーク・ショー、先制ゴールが入ってもおかしくないシーンでした。相手キーパーのナイスセーブでしたね。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、タックルが決まってボールをダッシュしました。サンチョがボールをロスト、このロブパスは通りそうです。クロス、ロドリゴ、シュートをブロックした。コーナーから中へ、これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。フレッジ、ボールはブルーノ・フェルナンデス、ルーク・ショー、ユナイテッドのチャンスになりそうです。チャンスです、ロナウド。これはまだありそうですが、ボールをしっかりとクリア、失点してもおかしくないシーンでした。相手キーパーのセーブがなければ今頃リードしていたんですけどね。クリスティアーノ・ロナウド、シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。マンチェスターユナイテッドにコーナーキックが与えられます。このヘディングは枠の外へ、ちょっと当たりが悪かったかもしれません。うまく読んだインターセプト。カルバハル、ボールを失ったのはカルバハル。スコット・マクトミネイ、ゴールの形が見えたかユナイテッド。クリスティアーノ・ロナウド、止めた、クルトワのスーパーセーブ。これはあるか。ここはクリアされました。マルシャル、
ディフェンダーがうまく読んでいました。サンチョ、フレッジ、ここはクルトワが見事に止めました。アントニー・マルシャル、クリスティアーノ・ロナウド、マルシャル、ルーク・ショー、ボールは中の選手へ、相手のキーパーにキャッチされました。少しキーパーに近かったようです。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。マンチェスターユナイテッドがボールを持ってからもう10分以上経ちました。この均衡を打ち破ろうと傘にかかって攻めているようですね。ここはクロスでしょうか。フレッジ、インターセプトしたのはカゼミーロ、コースを読んでいました。ワンビサカ、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。ディフェンスの見事なブロックです。トニクロース、力強いタックル。ジェイドン・サンチョ、スコット・マクトミネイ、アントニー・マルシャル、テクニックを見せつける。ファーサイドへ正確に通してきました。このボールはクリア。ここはコーナーキックです。勝ち越し点が欲しいでしょう。このボールはクリアされました。ブルーノ・フェルナンデス、タックルでボールを取り返します。おっと、相手へパスしたような形になりました。スコット・マクトミネイ、ドリブルでボールを運びます。フレッジ、ボールがよくつながります。絶妙なパス、クルトワのセーブ。まだインプレーです。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。中にいいクロスが入ります。ここはクリアして危険を逃れます。さあ、ユナイテッドが徐々に押し込んできました。惜しい場面でしたが、ボールはラインを割りました。ボールを持って上がります。ベンゼマ、これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ジェイドン・サンチョ、ワンビサカ、相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ルーズボールになっています。20世紀最高のクラブといえばこのレアル・マドリード。最近はバルセロナに押され気味でしたが盛り返していますね。はい、ベイル、ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドの BBC トリオが強力ですからね。レアル・マドリーのチャンスになりそうです。
モドリッチ、このシュートは阻止されました。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感にサポーターも盛り上がっています。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。うまくボールを奪ったルークショー、アントニー・マルシャル、サイドをえぐって中を見る。これはナイスインターセプト。この位置でカットした。自らボールを持ち込んでいきます。このシュートはディフェンスに止められます。飛びついてしっかり止めました。ボールを入れました。ディフェンスがクリアしました。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、ベンゼマの前半のプレーはどこか精彩を欠いたような印象でしたね。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。さあ後半開始、マンチェスターユナイテッドのキックオフです。クロスのチャンス、ワンビサカドリブルで前に運びます。クリスティアーノ・ロナウド、フレッジ、スコット・マクトミネイ、プレスがかかりました。アドバンテージが取られています。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。レアルマドリードにイエローカードが出ました。そうですね、会場には気をつけないといけません。タックルを狙いましたがボールに行っていませんでしたね。スコット・マクトミネイ、フレッジ、次々とパスがつながっていきます。マルシャー、決まった、先制ゴールです。このチームがボールを支配する時間が続いていたのでゴールが生まれる予感がしていましたね。相手は何か対策しないとまずいんじゃないでしょうか。これは本当に何度でも見たくなるシーンですね。細かいパス回しでボールが内側のように動いていきます。それにしてもテンポよくシュートまで持っていきました。試合はユナイテッドリードの状態で再開されます。ここはタッチを割らざるを得なかったようですね。
クレッジ、サンチョに渡った、クリスティアーノ・ロナウド、決まった、立て続けに追加点、これで2点のリードです。またもや決めてきました。完全にペースを掴んでいます。この決定力はさすがです。決めるところで決めてきますね。ボールを前に運んでいく、攻めきれませんね。ボールは相手に渡りました。ここまでのポゼッション率を見ればマンチェスターユナイテッドがボールを支配していることがわかります。ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。このままならさらにリードを広げられるんじゃないでしょうか。フレッジ、あっとボールは相手に渡ります。カウンターも狙えます。クロス、キーパーの頭上をロブで狙いましたがゴールにはなりません。反応が良かったですね。キーパーも調子が良さそうです。ラファエル・バラン、ここでワンビサカ、クリスティアーノ・ロナウド、さあユナイテッドが徐々に押し込んできました。マイナスのボールが出ました。ゴール、マンチェスターユナイテッド。プレーを見てみましょうか。このままのスパスが決定的なチャンスを作り出します。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に決めました。レアルマドリードの選手交代です。さあフェルナン・メンディへ、フェデリコ・バルベルデ、ここでボールを失いました。走り込んだ味方にスルーパス、ここで取り返しました。チャンスになりそうです。マルシャル、さあどうだ、枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。もう一度コーナーキックですか。コーナーキックを蹴った、ここはディフェンスがクリア。インターセプトでチームを救いました。ロドリゴ、クロスを狙ってきますか。クリアが小さい、これを守りきれるのか。どうやらマルシャルがサイドをつけそうです。マンチェスターユナイテッド、パスをつなげない。ベンゼマへ、このシュートを弾いた。ワンビサカ、このパスは少しずれたようでつながりません。スローインになります。高いボールが上がります。ボールはエデル・ミリトンへ。アラバ、さあフェルナン・メンディへ、カゼミーロだ、ダビド・アラバ、ドリブルで侵入していきます。これはナイスインターセプト、チームを救いました。
ラファエル・バラン、フレッジ、攻撃に移りたい。ボールを取りました。さてどうする。フレッジ仕掛けてくるのか。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。カゼミーロ、さあフェルナン・メンディへ、ここでカットしました。クリスティアーノ・ロナウド、この位置でカットした。外から中へ、さあ来た、ナイスキーパー、ゴールを割らせません。ここでベンチに下がります。この選手本来の力を発揮していませんでしたね。交代は妥当な判断でしょう。さあボールを蹴った。ディフェンスがクリアしました。ダビド・アラバ、フェルラン・メンディ、カゼミーロ、モドリッチ、キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやーファインプレーですね。コーナーから中へ、ボールを大きく押し出します。カゼミーロだ。シュートはディフェンスが止めました。狙えそうだ。強烈なシュートでしたが、キーパーの反応が素晴らしかったですね。今のを決められなかったのは信じられません。ああいうチャンスは滅多にないのでもったいないですよね。どうやらマルシャルがサイドをつけそうです。ボールはラインを割っています。コーナーキックです。エリア内へ向かうか。止めた。クルトワが目の前からのシュートに超反応を見せました。ボールはエリアへ。クルトワが防いだもののプレーは続いています。ボールの激しい奪い合いです。ボールを失ったのはブルーノ・フェルナンデス。ドリブルで運びます。フェルラン・メンディ。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。ボールを入れた。ダビド・アラバ、カゼミーロ、ブロックしました。ここは一気に攻め込んでいくのか。このカウンターは不発。ボールをキープできません。アザールにチャンスです。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。1点も返しましたが、依然として大量リードを許しています。ここは急ぎたいですね。まだ何が起こるか分かりません。選手が交代します。退場者は出したくないという判断でしょう。フレッジ、ワン
見せて、マンチェスターユナイテッドパスをつなげない。エデル・ミリトンに渡った。ボールはカゼミーロへ。このパスはダメでした。通りません。フェデリコ・バルベルデ、さあ上げたい。さあどうする。ここはタックルで止めました。ボールを奪取しています。試合終了です。シーズン開幕戦、チームは勝ち点3を手にしました。さすが昨シーズンのチャンピオンといった感じの試合でしたね。この調子を維持できれば連覇達成も不可能じゃありません。今後の活躍に期待しています。福西さん、ブルーノ・フェルナンデスのプレーを振り返ってみると期待通りのパフォーマンスを発揮していましたね。見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。レアルマドリードにイエローカードが出ます。マルシャル、サンチョに渡ったクリスティアーノ・ロナウド、決まった。立て続けに追加点、これで2点のリードです。さあユナイテッドが徐々に押し込んできました。マイナスのボールが出ました。ゴール、マンチェスターユナイテッド。このカウンターは不発、ボールをキープできません。アザールにチャンスです。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果